クロトラムは電気メーカーであるコンサールを中心としたクロアチア国内企業によるコンソーシアム。同国の首都ザグレブの路面電車であるザグレブ市電に向けて超低床電車を製造するために設立された権威を持つ。この項目ではクロトラムが手掛ける路面電車車両の TMK2200 と TMK2300 を中心に解説する。2001年12月7日 ザグレブ市電を運営するザグレブ市の子会社のザグレブ電気軌動は今後の路面電車に関するプロジェクトを総会で承認し10日後の12月17日にその中の一つであるバリアフリーに適した超低床電車を導入するための国際入札を発表したシーメンスやアンサルドブレーダといった世界各地の企業が参加する中クロアチア国内では一家の4社が共同で コンソーシアム、クロトラムを立ち上げ、入札に参加することが決定した。入札の結果、クロトラムの代表企業であるコンサールが提出した1億1193万ユーロ分の提案が最適とみなされ、2003年2月24日に70両分の発注がクロトラムとザグレブ氏の間に結ばれた。そして2005年4月27日に最初の車両が、 ザグレーブ市電に到着し、同年7月13日から営業運転を開始した。クロトラムが開発した路面電車車両は床上高さが3 5 0ト、mm、ルに統一され、車内に段差やスロープが存在しない100%超低小電車である。構造についてはドイツで開発された超低小電車であるブレーメン型との類似性が指摘されているが、 全車体に台車が設置されているブレーメン型とは異なり、クロトラムの路面電車車両は、車軸が存在しない独立車輪式台車が1台設置された車体が、台車が存在しないフローティング車体を挟む編成が組まれている。全溶接構造を用いた、構成車体は丸みを帯びた、流線形の前面を有しており、両開き式、プラグドアを採用した上高扉の幅は、 車椅子やベビーカー利用客でも乗降が容易となる 4538mm と広く取られている。車内の座席として通路を挟んで左右一列ずつクロスシートが配置され台車が設置されている車体にはフリースペースも存在する。また車内には冷暖房双方に対応した空調も完備されている。電気機器は クロアチア国内企業製のものが使用されており、主電動機は VVVF インバータ制御に対応した参照、誘導電動機が用いられるほか、制御装置や補助電源装置などの各種機器は、車両制御ユニットによって、制御や管理や診断が行われる。この制御ユニットは、非常時に備えて冗長性が確保されているほか、車両に搭載された各種制御モジュール間の通信には、 双方向ネットワーク、キャンが用いられる。終電装置は、シングルアーム式パンタグラフで、運転台が存在する前方車体に一気搭載されている。これらの構造により、クロトラムの超低小電車は、従来の車両と比べて、運用、維持費が抑えられていることに加え、他社が展開する同様の車両と比べても製造費が安価となっており、事項で述べる。 各都市への導入が決定した要因の一つとなっている。2020年時点で以下の2種類の形式の展開が実施されているほか、顧客からの要望に応じて7車体連接車の製造も可能である。TMK2200 の編成前傾前述の通り、最初の発注先となったザグレブデンには2005年4月27日に、 最初の車両となるも車体連接車の TMK2200 が到着し、7月13日から営業運転を開始した。その後、一時車となる70両は2007年5月28日まで2年以上に、わたって製造が行われ、6月7日には全車両が到着したことを祝し、ザグレブ市電の一部区間の運行を休止した上で70両すべてを、 全長 2.5km の区間に並べるという記念イベントも実施された。さらに同年には70両の追加発注に関する契約がクロトラムと Z の間で結ばれ、その内容に基づき2010年まで増備が行われた。そのため、2018年時点における TMK2200 の在籍数は140両となっている。また、 これらとは別に2009年からは3車体連接車の TMK2300 も運行を開始しており、2018年の時点で2両が導入されている。当初はさらに58両の製造も予定されていたが、TMK2200 も含めて2010年以降、ザグレブ市電へのクロトラム製の路面電車車両の導入は行われていない。ラトビアの都市、リエパー屋で、 路面電車を運営するリエパーや路面電車会社は従来の高い床式電車の置き換えをはじめとした近代化の一環として2018年にコンサルとの間に3車対連接車の TMK2300 を導入する契約を交わした当初は6両の製造を予定していたが契約には8両の追加発注が可能なオプションも含んでおり 2020年にはこのオプション形を用いて6両の追加発注も実施された2020年周期から営業運転を開始する予定である。クロトラムが開発した超低小路面電車は、クロアチア国外からも高い注目を集め、以下の都市の路面電車では実車を用いた試運転も実施されたが、最終的に全て却下され、セルビアやチコへの導入計画も失敗に終わった。 そのため、蒸気の2カ所以外に黒トラムの路面電車が使用されている都市は2020年の時点で存在しない。TMK2200 に関するカテゴリー、TMK2300 に関するカテゴリー、ありがとうございます。